東岡山駅は岡山県岡山市中区土田にある西日本旅客鉄道の駅である。敷地のうち1番乗り場の一部は岡山市東区、市次会2.34番乗り場の一部は岡山市中区長岡にそれぞれまたがっている。山陽本線を所属線とし、阿光線を加えた2路線が乗り入れる。阿光線は当駅が線路名称上の終着駅ではあるが、 現在は、すべての赤江線列車が、山陽本線経由で、岡山駅伊勢へと直通する。しかし、岡山駅改良工事の関係で、一時期あたり駅止まり及び当駅で、山陽本線、赤江線への分割、併合を行う列車があった。駅番号は、山陽本線が JRS04、赤江線が JRN04、ホーム相対式ホーム、 島式ホームの複合型3面4線のホームを持つ地上駅で各ホームは古戦橋で連絡している。南北双方に改札口があるが駅員が常駐しているのは南口駅舎。北口は時間帯によって無人となる。待合室がある。当駅は駅長が配置された直営駅であり管理駅として 山陽本線の三石駅西川原駅間の各駅と阿光線の総合駅大田良駅間各駅を管轄している。和家駅、西大寺駅、瀬戸駅は地区駅として位置づけられている。北口は以前は JR 西日本岡山メンテックに委託していたが2007年の自動改札機導入直前に同様に委託していた尾道駅北口とともに直営化された。 2007年6月に自動改札機が設置され、その後は一個か利用可能駅となった。ただし、北口の自動改札機は簡易式のものとなっている。2004年2月に改修が行われ、車椅子対応のトイレが新設された。同時に各ホームにエレベーターを設置し、北口にはスロープが新設された。現在は、奇数番線に赤号線最大時。 番州赤穂方面への列車、偶数番線に、山陽線脇、姫路方面への列車が発着する。岡山駅改良工事の関係で当駅で分割併合を行っていた一部の上り列車では、この原則が崩れたことがあった。そのため、3.4番乗り場の駅名表は、駅名表示を2016年3月に、新ラインから入りに更新するまで、上等、大田らと表示されていた。 また、3番乗り場は3方向すべての入線、出発に対応しているほか、1番乗り場は、愛いおい方面からの入線及び番州、阿こ方面への出発にも対応している。実際、2011年に2番乗り場に故障者が停車中、愛いおい方面からの電車が1番乗り場に入線している。通過列車は、下りは2番乗り場、上りは4番乗り場を通過する。 1>, 1日の平均乗車人員は以下の通りである。駅周辺は岡山市中心部から7キロメートルほど離れたベッドタウンである。駅南側にロータリー、バス乗り場とタクシー乗り場が整備されており、有料駐車場と有料駐輪場を完備している。駅南側より国道250号に接続。駅北側に山陽新幹線が並行しており、 北口へはこの効果をくぐる。かつては、駅南側に、最大寺鉄道長岡駅があり、赤黄線開業までは、最大寺方面への乗り換え駅として機能していた。この駅は1962年の赤黄線開業に、伴う最大寺鉄道の廃止後も、線路を撤去しただけで長くそのまま放置されていたが、1980年代に、整地の上で駐車場と駐輪場が設けられている。 1990年代まで、駅西側の踏切は有人であったが、現在は無人化されている。東岡山も山椒西日本旅客鉄道、s 三陽本線上道駅東岡山駅、高島駅 N 河口線大田良駅東岡山駅、高島駅一番乗り場は以前は、阿口線と案内していたが、路線記号導入時に、山陽線に統一した。ありがとうございます。